皆さんこんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回はスパーク第3弾の登場候補選手をまとめて S ランク換算能力ご紹介をしていきます。このガチャでは100人分の1の企画で1票でも投票されていれば登場する可能性が出てくるんですけれども、今回は1位の選手だけではなくて他の球団でも登場が決まった選手がいるのかなというところがあります。というのも投票された選手がその球団で1人しかいないっていうところがいくつかあったからというところなので、ある程度出てくる選手のイメージがね取りやすいのかなと思っております。また時期的なところで言うと12月の8日にスパーク3弾の S ラン確定の無料10連来ますので、1段2段と違ってかなり早くスパーク選手を獲得することができます。そのため最強決定戦で人によってはオーダー変更するパターンになることもありえますので、今のうちにラビリンスで経験値をたくさん集めたりとか、登場しそうな選手の A ランクまだレベルマックスにしてないならばしっかりとそこをレベルマックスにしてもらって限界突破なり称号なり準備をしていただければなと思っております。でそしてこのスパーク3弾初めての投手が登場するということで、特殊能力も効果も気になっておりますので予想を上げてみますと、去年のウルトラの特能と同じような効果なのかなと一旦予想させていただきます。理由としては1段2段の終越がウルトラの効果とかなり似ていたというところですね。それと同じと仮定しますと、自分の球威がプラス、相手打者のミートパワーをマイナスするという効果が予想されております。これだった場合はギア耐性の方だと特別こだわって通常から継承するとかはしなくてもいいのかなぐらいだとは思っております。別に悪くない特能なんですけど、同じスピリッツでわざわざ継承するほどではないのかなと思っております。ただしアニバーサリーの祝宴ぐらいの効果になった場合は、明らかに相手の能力削り具合が大きいので、その場合はリアタイこだわっている方だと同じスピリッツでも通常から継承するっていうのは検討してもいいのかなとは思います。またリーグ勢の方だと星3コンボがつくっていうのは重要なので、かなりこだわっている方は通常版から継承も検討してみてください。それではやっていきましょう。それでは各球団別にまとめてご紹介をしていきます。まずはヤクルトからですね、2名が登場候補となってますので2択の登場となります。1人目が高橋奎二投手、称号で QEA が狙い能力になっていきますね。スパーク選手は通常と同じステータスになるところが今までの流れでは決まっております。現状ではリーグ補強の選手って感じですね。木澤投手は球威制球どっちが一応称号で狙えるっていうところになってます。リアタイはまだ能力球種的には強くない状況ですね。上方向ツーシームが C になってるんですけども、実際の軌道は西幸投手みたいな感じでシュート方向に横滑りするストレートになってますので、現状ではせっかくスプリットもあるんですけど活かしづらいという状況になってます。続いて阪神は4名が対象候補となっております。藤浪投手は今シリーズのも出てませんのでステータスはちょっと判明してない状況なんですが、QE 型で QEA が狙えるくらいの能力をしているのかなと思っております。球種も TS とは違って、このようなツーシームスプリットスライダーカットっていうところが予想されてますので、マリア体勢は欲しい選手になるのかなと思います。で湯浅投手と青柳投手に関してはベスト9タイトルホルダーでも登場することになってますので、そちらでの補強を考えている方だと、特に湯浅投手はそっちの方だと QEA が可能になってきますので、できればそちらで取っておきたい選手になっていきます。ただ純正最強戦が去年だと1月開催でベスト9タイトルホルダーは1段しか影響してなかったってことがあるんで、純正の方だとかなりここ判断が難しいところになってますね。ベスト9獲得予定でも結果的には最強戦終わった後の2段3段で登場しちゃったらあんまし意味ないじゃんみたいな感じになるんで、そこがちょっと難しいところですね。 1,2 段で補強がスパーク選手できてない方だと今のうちにゲットしたいのかなと思います。あと西投手もまだ覚醒バージョンしか出てませんので、少し能力アップしてもおかしくないのかなってところで、そのあたりの変更が気になるところになっております。続いて巨人は3名が対象となっております。大勢投手と戸郷投手はベスト9タイトルホルダーでも登場する選手となっております。デフォルトで大勢投手だと QEA になるというところですね。戸郷投手はそっちだと QEA が狙えるってところですけど、中継ぎでスタミナ型あとスタミナ A も狙えるってところは通常版でも同じにはなってるんで、特別こだわらなくてもって感じですかね。リア対勢だと高梨投手が登場した場合はフォークなくなってますが、スライダー高速スライダーと超大ピンチ20丸、一番の強めの部分は残ってますので、引き続きものすごく強くておすすめになってます。広島は4名が候補となっております。コルニエル投手は2022年シリーズ2能力はまだ判明してませんので、どうなるか分かりませんが、QE 型 QEA とかそのあたりが、最低でも称号で QEA とかは狙えるんじゃないのかなと思っております。球速速いツーシームスプリットなのでリア対勢も注目の選手ですね。で他はリーグ向きな選手って感じなんですけども、タイピンチこだわりたい純正の方は通常版の方がいいのかなっていう印象ですかね。続いて中日が6名が候補となっております。リア対的にはマルティネス投手、ロドリゲス投手、小笠原投手がかなり注目な選手になってますね。マルティネス投手とロドリゲス投手はベスト9タイトルホルダーでも登場が決まっております。リーグだとマルティネス投手、大野投手、柳投手が特に注目なのかなと思いますので、
来た場合は12球団でも取りに行きたい選手になるかなと思います。 DeNA が5名が候補となっております。リーグ的に12球団でもエスコバ投手や今永投手あたりはおすすめな投手なのかなと思います。純正だと田中健次郎投手、なかなか通信持ちの選手が少ない球団だと思いますので、通信フォーク、スライダー、スラーブ持ってまして使いやすいのかなとは思います。オリックスで3名が候補となっております。まあ、1人飛び抜けて目玉の選手が欲しいかなというところで、個人的には山本投手3段来るんじゃないのかなと予想させてもらってます。リーグ入れ替えともに圧倒的おすすめ選手になっております。純正の方だとワゲスパック投手来た場合だとリアタイ的に注目なのかなと、取りたい選手になってくるのかなと思っております。続いてロッテは佐々木朗希投手で確定となっております。スピードと変化球どちらも1位となっておりましたので、能力も発表されましたが必ず登場してくれる選手となっております。まあ、現状だとリーグでまずは使っていきたいくらいになってますかね。配球がもうちょっと開発されるとスプリットフォークとか面白いのかもしれないですね。続いて楽天も松井投手しか投票がありませんでしたので、松井投手が登場してくれることが決まっております。まあ、特にリアタイ向きな能力をしている選手になってますね。ソフトバンクは6名が候補となっております。特にリアタイで注目選手がやっぱり千賀投手やモイネロ投手いるのかなという印象ですね。またまだシリーズ2の能力判明していませんが、藤井投手も変化球部門2位でしたので、登場するかはかなり注目な選手になるのかなと思います。まあ、能力がどのように変わってくるのか、まあ、とりあえずは球威アップとかはね、各球種のアップとかは見込めるんじゃないのかなと思っております。そして日本ハムも伊藤投手のみの投票になってましたので、この能力で来てくれるんじゃないのかなと予想されております。まあ、球威へ狙っていきたいような選手ですかね、現状では。まあ、純正だとリアタイでも使いやすいのかなと思います。ラスト西武も投票されたのが平投手のみとなってましたので、この能力で登場すると予想されます。正午で QA が狙える能力になってますね。まあ、純正だとリアタイ的にもまあ現状でも悪くない能力になってるかなと思います。ということで登場するであろう選手たちが、1位の佐々木朗希投手、楽天松井裕樹投手、日本ハム伊藤大海投手、西武の平海馬投手となっております。他の球団は正直予想しづらい状況にはなってるんですが、まあ、アニバーサリー登場した選手がスパークで出ないとかいう、そういう傾向があるんだったらちょっと変わってくるんですが、まあ、塩見選手がスパーク2段でも来ちゃってましたので、まあ、そこの予想もしづらいものとなっております。基本的には外してくるんですけど、1名2名とか全然アニバーかぶりとかはあるのかなと思っております。そういう意味では山本投手とか、まあ、全然可能性あるかなってところですかね。まあ、皆さんよかったら予想コメントもしていってください。はい、ラスト最強戦のコストリーグの注意点だけご紹介して終わりにします。ちょっとオーダーの組み方とかもっと早めに出す必要があったんですけど、出せなくて申し訳なかったです。で、注意点としては、対戦相手が自分より明らかに戦力が低めかなっていう場合だったら、5立てを狙ってこういった感じで先発5人の構成にしてもらうのがいいんですけれども、まあ、途中から戦力が近そうな相手と当たる場合ですと、このように先発と中継ぎ入れ替えたりとかして、まあ、先発の S ランク4人構成でやっていただくのがおすすめとなっております。こうすることで、まあ、4試合の勝率をアップすることができます。僕の場合だと D ランクの原樹里投手を、まあ、一番強そうな、まあ、スピリッツコンボとかステータスとか安定的に一番高そうだなと感じた相手に対して当ててもらう。そうすると、まあ、そこはもう負けでいいんですけれども、まあ、他の4戦は、まあ、2番目以降の強さの人を相手にしますので、少しですけども、まあ、勝つ確率を高められるかなっていう風になっております。中継ぎの S ランクも増えて安定感増しますので、まあ、基本的に、まあ、僕も初日の最終節ぐらいでもうすぐこんな感じに先発の中継ぎ変えて、先発 S4 人、中継ぎ抑え S3 人っていう感じの構成でやっていこうと思っております。で、まあ、構成組み方で軽い確認だと、ピリッツ解放選手はこの2人になってます。佐々木投手プラス400してるもの、あと山崎投手プラス400してるものとなっております。まあ、山崎投手もプラス200はできるんですけども、まあ、リアタイで通用するか怪しくなってきたなって最近の感覚になってきてるんで、あの大会でもう一回試したいんですよね。もう一回大会で試してみて、その使用感どうだったのかで、このままスピ解放し続けるのかは検討しようかなと思っております。まあ、ミキサーで沼んなかったら S が余裕にあったんで、そうだったら別にどんどんこれはまたスピー解放してたと思うんですけども、まあ、全てはミキサーの大爆死でここが挙げられなかったというふうになっております。で、もし皆さん S ランク15人構成している方は、16人できないかこういうスピー解放選手混ぜて検討してみてください。16人にすると一番いいメリットとしては、この合計の特殊能力がレベル240まで届くということで、240に届くと特能の合計レベルの上位コンボを発生することができますので、まあ、そういったメリットがあるんで、16人 S ランク出して全員レベル5に特能を上げてもらうっていう作業があるといいのかなと思っております。まあ、このようにね、勝ちパターンの中継ぎ 1-2 と抑え、ここを全部 S ランクにできるっていうメリットもありますので、なんとかコストを頑張りたい方はまずは16人構成目指していただけるといいんじゃないのかなと思ってます。まあ、僕も言うて5000円入れるかぐらいだと思うので、なんとも説得力がない話なんですけれども、まあ、過去18位取った方に教わったりとかしております。上級者の
方に教わった基本のやり方をご紹介しておりますので参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。ということで今回以上になります。無課金向けの動画を投稿していく予定です。よかったらチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。